サバサだし、ホグッドじゃん。おはようございます。全然眠れなかった。あ、夜の放送始まりました。2時間しか眠れなかった。おはようございます。ちょっとね、本当に今59分でベッドを飛び起きた状態でございます。あ、もうこんな時間と思って飛び起きた所存でございます。それがゆえに目がちょっとまだ開かないんですけど、光に慣れたら目も開き出すので、皆さんもう少々ゆらの目がこの現代の光に慣れるまでお待ちください。ちょっとずつ目も開きそうな気もしてきた。おはようございます。ゆらが起きて一番にすることが髪の毛をアイロンするけどね。ほんと目覚めは朝4時59分、ショールーム開始は朝5時49分で焦ってあたふたしながらここまで歩いてきたゆらの顔がみんな想像できますか。ベッドからおはようございます。おはようこの野郎になれんかったんかい。なれんかったんかい。ありがとう、でも来てくれてこの時間に。みんな朝の5時からゆらのショールーム来てくださってありがとうございます。本当にありがとうございます。もうデジャブだね、この光景も。昨日の朝の6時もなんかこんな感じでしたね。今、はあ、今日の予定は今日の予定はこれです。 iPad 今復活して、でも iPad で、ね、多分3回ぐらい配信しましたよね。急に声が出なくなります。うちの iPad ちゃんは機嫌次第なのでね、機嫌が悪くなったらまた声が出なくなります。そうなったら次は携帯で配信します。とりあえずこの枠5時45分まで配信をしたら、次は6時15分から6時半までの配信になります。朝45分までこの枠はもうしばしゆらにお付き合いいただけると嬉しいです。そう、ちょっとね、現代の光に私の目がまだ対応しきれてないのでね、もうちょっと私の目が開くまで待ってくださいね、皆さん。そう、もうなんせさっき起きたものでね、光が眩しすぎて目が開いておりません。そんなもんでしょ、人間誰もは目覚めそんなもんでしょ。目が開き出したよ。いい感じに、いい具合に目が開き出しました。
いつもぐったりです。おお、安定の何もしてない寝起きすっぴんで申し訳ないです。よっしゃ、目を覚ましていこう。あかん、このままじゃあかん。目を覚ますんだやら、そういうことなんだ。そういうことなんだやら、目を覚ますんだやら。なあ、状況海吹きレッスンしておるんか。笑うね。起きれないよね、4時には。それはだってね、起きるというよりね、寝てないって言った方がね、過言じゃないですかね。いや、もうハートありがとう。皆さん朝からカウントをしなきゃありがとうございます。もう申し訳ないです。こんな顔を皆さんにお見せしてしまって。もう、これいけん。私のいつもの顔面マッサージ始めます。激痛マッサージ始めたいと思います。マッサージして目を覚まします。激痛マッサージ、ひなぽんハートありがとう。このマッサージをしたら痛すぎて目が覚めるっていう、毎朝ゆらがやってるこのひどいむくみを取るむくみ取りマッサージをしていきたいと思います。もう私はね、なんでなんだろうっていうぐらいね、もうむくみが本当に毎日ひどい。まあ寝てないからなんだろうけど、もうこのショールーム配信期間のむくみがまあひどい、ほんまにひどいんですよ。ブームありがとう。こうやってもう一人で喋りながらね、むくみ取りを始める姿はまるで自分の母親の姿を見ているようで、ちょっとお恥ずかしいんですけど、もうババアだと思われても構わないです。もうゆらのむくみ取りマッサージ、激痛マッサージ、本日も始めていきたいと思います。もういてててて、ね、本当にこのマッサージ激痛なんですけど、やったら目も覚めるし、きっと顔も一回り小さくなるので、やっていきたいと思います。ダメダメ、スノードームありがとう。はい、痛い、ゴリ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 、痛い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 です、痛いです。このマッサージ痛いです。まだ5時9分なの？まだ5時9分なの？ああ、そんなもんか。最初のめっちゃ眠かった、ありがとうございます。皆さん、3周してやるよこの野郎って言った皆さん、お星様3周投げはできたでしょうか。まだ5時半にならないとわかんないか。バイトならこんな朝早くからやるバイトがあるんですか？何のバイトですかね。ありがとうございます。バイト中に見に来てくださって。痛い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 。何しかできかったこれ。
初めし可愛くあげ、待って、ごめんね、こんなすっぴんすぎて申し訳ないんだけど、もうちょっと目が覚めたらまた来てください。ナーミン、タオシさん、ありがとう。朝から来てくれて偉いですね。もうこんなこの時間に起きてる皆さんも本当尊敬します。コメント打ってる皆さんも尊敬します。カウントしてくださってる皆さん尊敬します。目が開かないもん、俺らは。リンジスのママありがとう。上野動物園にシャンシャン見に行ったことある？あります、ありますよ。え、シャンシャンっていつの時代の子だったっけ。なんか上野動物園に高校3年生の時に修学旅行でみんなでパンダを見に行きました。高校3年生だからもう2年前になるんですけど、2年前にいたパンダはシャンシャンで合ってますか。もうシャンシャンかリンリンかルンルンかよくわからんけど、皆さん50カウント欲しいだけありがとうございます。すごい、本当にこの時間から動いてる皆さんはもう本当に尊敬に値します。すごいです本当に。ゆらは今一生懸命目を覚ましています。こう人間って目をさ、起きてから目を覚ましてさ、こう行動に移るまでって結構時間いるよね。ゆらの場合58分に起きておけさ、4時50もう59分よね、もうほんまに59分に起きとるけどさ、まだあのこの配信時間開始からがね、もうゆらのね朝起きてからのね時間とね比例しとるんよ。はあ、うん、言うたら本当に寝起きってことですね。急にタコありがとう。もう本当にギリギリでいつもやっていってます。ゆらが高校3年生の時に上野動物園に行ったパンダはシャンシャンかリンリンかルンルンか忘れたけど、まあなんかパンダはいました、いた気がします。パンダも、もうこのね目のツボはね本当に神だと思う。ここのツボを押すことで本当にね目が軽くなる。あ、本当に効くわここのツボ。マジで皆さんおすすめします。この目頭と眉毛の間のここのツボ、ここ押したら本当にね目が開きやすくなりますからね。目が開かないみたいな感じの方はね、もうそこを押すと楽になりますよ。一番目が開いてないのは絶対間違いなくゆらなのは間違いないんですけどね。ちょっと目が覚めてきました。忘れちゃいけない、もう毎朝やってる気がする。もうこの症状でこのマッサージをしないとゆらは本当に本当にもうパンパンのもうとしたってぐらいむくみがすごい女の子になっちゃうのでね。おはよう、今日も頑張って、ありがとうじいさん。ウェブフォローして今度握手会行ってもいい？こんなので可愛いって言ってくれてありがとう。フォローよろしくお願いします。ありがとう。握手会もぜひ来てください、約束ね。おはようございます、フルコース完了ありがとうございます。お星様もカウントもありがとうございます。皆様朝からありがとうございます。ブーバーさん、クマさん、クマさんありがとうございます。ありがとう。初にお好み焼き作ろう。いいね、お好み焼き作りたい、お好み焼き食べたい。なんか昨日の夜ゆらはカラオケ行っとったけさ、カラオケの行き帰りの車でご飯を済ませたんよ。あの汁なし担々麺を食べたんよ。でも家に帰ったら家族がすき焼きを食べた残骸が残っとってすごい悲しい気持ちになりました。ゆらもすき焼き食べたかった、ゆらもすき焼きしゃぶしゃぶしたかった。でもいいんです、
家族とご飯食べる時間違うから、みんなですき焼き食べたかった。今日の朝ごはんはすき焼きの残りがいいな。朝ごはんですき焼きの残り食べてレッスン頑張りたいなって思いました。おはよう。すき焼き焼き焼きでした。夜の家族はみんなすき焼きだったそうです。そう、この残りになんか麺やらなんやら締めをぶち込んで朝ごはんにしたいと思いました。食べたい、もう夜もすき焼き残念すぎる。あつしさんありがとう、ハートプーマありがとう。残りのすき焼き肉残ってないもんね。もうないよ、そんなのないよ。だってゆらはゆらはショールーム配信があるから家族とすき焼きしてる時間はないんです。ショールーム配信するもんだって。だからいいもん、もういいよいいよ、すき焼きなんかより配信だよ。でも残ってたお汁は絶対にいただくよ今日。もう一回鍋の中ですき焼きが一番好き、もう一番すき焼きが美味しいと思う。うん、パックさんハートいっぱいありがとう。ほんとすき焼き気分だったのに、もういいよ。でも私はもう決めてるんです。このショールーム期間はなんかもうちゃんとしたご飯食べれてないんですよ。なんかもう本当にパッて食べれるものじゃないとさ、長い休憩とっても私さご飯より睡眠とっちゃうからさ、ご飯食べる時間ほんとなくってさ、でもなんかあんまりお腹も空かないからダイエットになるからいいやみたいな感じに思ってるんですけど、このショールーム期間が終わったら、ショールームイベント期間が終わったら絶対に焼肉に行くっていうのを決めてる。卵につけて食べる、もちろんすき焼きは卵つける派でございます。もう絶対に焼肉に行くっていう約束はもうしてる友達と。 だからこのその焼肉のために今は何もあんまり美味しいもの食べれなくても全然頑張れる。絶対もう何かを頑張った後の焼肉ほど美味しい焼肉はないよ。そう、すき焼きって鍋料理なのかな、わかんないけど、何の鍋料理が好きですかってファンの人に聞いた時に、結構すき焼きのすき焼きって答える人いたから、あ、すき焼きも鍋料理なんだってゆらも思った。焼肉配信したらもうね、もうそうなったらよ、もうそうなったら全部この配信期間が終わって焼肉だけをただただ楽しみたい。もうそうなったら一旦このショールームから の解放を焼肉で楽しみたいですね。一週間後笑って焼肉が食べれるように、泣きながら涙の味のする焼肉にならないように、笑って終われるように今頑張ります。おいしいお肉が待っている。この配信は昨日しました。頑張ろう、頑張る。焼肉が言えない、焼肉にキムチは必要。私カクテキが大好きなんですよね。
焼肉来る前に角的をめっちゃ食べる人。角的って知ってますか？なんかあの大根とかのキムチ。そう、終わった後のね楽しみはあった方がいいと思う。みんなもさ、このショールーム期間さ、ゆっくり寝れんしさ、もう大変じゃないですか。ゆらがめっちゃあのゆらが配信するたびにこうやって来てくださってさ、めっちゃ大変じゃんみんなも。やけん、もしこのショールーム期間が終わったら、あのなんか美味しいもの食べるとかみんなもしてくださいね。みんなもご褒美一緒にもらっていいんよ。絶対これはゆらよりみんなの方がご褒美もらうべきイベントなんじゃけん、みんなも絶対ゆらがこれ終わった時は一緒にご褒美のなんか食べましょうね。まこさんハートありがとう。おいしいお肉は中山お肉だもーもー、お肉のことなら中山おいしいお肉だもーもー。知ってますかこれ、これ広島の人限定なのかな。お肉の中山の CM 皆さん歌いますか。これ地元民だけなのかな。肉はやっぱり中山おいしいお肉だもん、もう焼肉ステーキなんでも OK、 やっぱりお肉がおいしい、お肉は中山牧場、中山牧場の CM。 すっごい耳に残るんだけどね、これ広島限定なのかな、中四国限定ローカル CM なのかもしれない。ローカル CM だね多分。めっちゃ好きこの歌。あとパスピーの歌も好き。パスピーってなんかイコカあのスイカのバス、パスモだ、東京でいう広島版パスモのパスピーっていうものがあるんですけど、パスピーの歌も好き。パスピーでノロー、ノロノロ、チャージして簡単便利嬉しいな、よろしくパスピーっていう、パスピーの歌も好き。なんかローカル CM ってさいいよね、こう耳に残るものが多くない。地元民だけどあれだけど、ひつまぶしいいな。ひつまぶしのを最近知った。ショールーム配信でひつまぶしがなんか穴子みたいなことを知った。そんなって本当に存在するの。存在するよ、四国でも流れてない、もう中国地方だけなのかもしれない。何なんだろう。あともうみんなこれは広島県に住んでる人はもう絶対みんなもう絶対聞き飽きるほど聞いてるよっていうあれ、ローカル CM が1万円の食事券 CM ですよ。当たりまーす、1万円の食事券だーらー、一言どうぞ、ご覧の料理はご覧のところへ TSS 味のプレゼント。あ、これはもう広島に住んでる人はもう絶対聞いたことがある、もう絶対誰もが分かる、誰もが分かる CM だと思います。味のプレゼントっていうね、番組の感想をハガキで書いて送ると1万円分のなんか
ショック事件があってるみたいなやつなんですけど、これは私生まれた時からずっと長いと。あとザグザグやろ、ザグザグちょっと気になる、ザグ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 、私広島で見たことないんですけどね、薬局の CM なんですけど、これもめっちゃやってるね広島。あ、川通り餅もやってるね、なんか怖いやつ。何があるかな、あ、いやあれは全国なのかな、100人乗っても大丈夫みたいな、なんか倉庫の上に100人人が乗っとるやつ。ああとこれアイドルのライブ全員してやった、今イベントやったからスティーメンバーでめっちゃやってる。稲葉物置はあれは世界共通なのね、世界共通っていうかみんな共通なのね、広島だけじゃないのね。これは中国トラック、中国トラックの CM って全国ですか。僕楽だよ、僕楽だよ、いつでもどこでも引っ越しは中国トラックラクダよんっていう歌あるんですよ。なんかラクダのキャラクターの、なんかそのあんまり可愛くないキャラクターのなんか CM ある。これは初耳か。あ、これは知ってる。売ります買います、売ります買います、売ります買います、ブランド品ならユニオンへじゃろ、知っとるわこれ。あと、え、アリさんマーク、アリさんマークってあれやろ、アリさんマークも全国じゃない、私誰もありがとう。なんか社長が出とるんよアリさんマークって、アリさんマークの引っ越し者の社長が出とって、すっごいでかいんですよその社長が。で、あなたなんでそんなに大きくなったのよって女性社員が言うんですよ。そしたら、なんでやろな、真面目に頑張ったからよとか言う、あのやつよ。知らん、アリさんマークの引っ越し者みたいなやつ。あ、それは全国なんだ。なんかこんな CM あったよね、真面目に頑張ったからよとか言って、あの若い女の人が、あったよな。それは岩子ありがとう、あったね、そんなのも。あと何があるかね。あ、毛を買うならサコーダーとか。あと何があるっけ。なんか何があれなのかわかんないな。何がご当地なのかわかんないな。あ、社長じゃないんだ、あの人。あの人社長だと思ってた。あなたなんでそんなに大きくなったのよとか言うやつ。まあもう中山牧場が一番好き。お肉のことなら中山、中山美味しいお肉だもん、もう。やっぱりお肉が、お肉のことなら中山牧場。あと、もみじまんじゅうの CM もめっちゃよくあるね。100回試みて、1000回改める、錦戸みたいなやつ。このもみじまんじゅうの CM も結構ローカルですね。なんか、全然普通すぎて、私たちからしたら馴染みのあるやつすぎて、おはよう、あんまりなんかローカルって感じたことはないけど、他の人から聞いたら結構ローカルな CM って面白かったりするよ。あとなんだろう、あ、中山あるわ。
一番みんなで仲良くいただきます。うわやっぱり中山中山美味しいお肉だもん。もう焼肉ステーキなんでも OK。 へいやっぱりお肉だ、美味しいお肉は中山牧場。もう大好きこの CM、 もうめっちゃ耳にタコができるほど小さい頃からずっと聞きおろうこの CM。 カウントだけですがありがとうございます。551の CM とかあるんだ。そうだな、551有名やもんな大阪。いやもんなとか言ってなんかちょっとエセ関西弁やけど、551美味しいよね。徳川の CM とかも確かに広島限定なのか、結構私たちにとっては見覚えあるんだけどな、みんなからしたらなんとなみたいな。川通り餅の CM 怖いよね。竹本ピアノはね広島でもねあった。ピアノ売ってちょうだい、みんな丸く竹の子ピアノじゃろ。竹の子かいね、竹の子ピアノかいね、竹本ピアノか。ピアノ売ってちょうだい、それは広島でも流れてる。わっ、タワーが立ったん。タワーありがとうございます。わお、タワーありがとうございます。待って、タワーこんばんはよ、ありがとうございます。タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。だよ、ありがとうございます。あちゃんとありがとう。待って、お名前なんて読むの。うん、タワーありがとう。多分タワーこまうよやね、タワーこまうよ。朝からありがとう。아침부터감사아침부터감사ありがとうありがとう。たまうれしいです。타워기쁩니다타워기쁩니다ありがとう、고마워요ありがとうありがとうございます。朝タワーが立ちました。朝からいい傾向にあります、ありがとうございます。ありがとうでございます。私もいっぱいハートありがとう。